はい、どうもケンジです。今日はちょっと実験をしていきます。私スニーカーが好きでよくアディダスのスニーカーを履いてるんですけど、ちょっと久しぶりにコンバースのスニーカーを買って、今履いてます。赤いやつで、この赤いコンバースのスニーカーを脱色してみたいと、今脱色コンバースっていうのが、いつから流行ってるか分かりませんが、だいぶ前から流行ってるかもしれませんけど、その脱色コンバースっていうのを、私もやってみようかなと、思って、いろいろ準備をしておりました。ということで、これは時間がかかるんでね、つけてあとは待つだけということにはなりますが、早速やってみたいと思います。それでは行ってみよう。はい、それではやっていきましょう。はい、赤いコンバースです。靴紐は外してます。よいしょ。そしてここに水を張っていきます。さあ、しっかり浸かるだけの水を張りました。ここにブリーチ、これを、5杯から10杯ということらしいですが、入れていきます。あとはひたすら待つだけ。はい、こちら、色抜けてピンク色になりましたね。真っ赤っかだったのが、はい、あれから半日ぐらい、つけました。で、キッチンブリーチだったんでね、ですけど、漂白効果がそんなに強くないのか、それとも入れ具合が少なかったのか、少ないってことはないと思うんですけどね、結構入れたんで、そんなに色は抜けなかったですね。もっと真っ白系になるかなと思ったんですけど、なので、ブリーチ、もうちょっと漂白効果が強いもの、もしくはもうちょっと量をたくさん入れる、もしくは時間をもうちょっとかけるっていう風にすれば、もっと色が抜けると思います。もっとね、白っぽく淡いね、ピンク色になるんじゃないかなと思いますが、いいじゃないですか、ね、オリジナルの感じが出てます。ということで、しばらく履いてまた、そろそろまた色変えてみようかなと思ったらブリッジかけてみようかなと思いますが、今回は、コンバースね、ブリーチで、お腹がすげえなすげえお腹がある、ということで、紐は外しておきましょうというところぐらいかな。あとはブリーチ漂白するとき、目に入らないようにとかね、そういう気をつけるところとか、混ぜるな危険とかね、あとある程度洗ってからつけた方がいいよとかね、いうことは書いてありましたが、こんな感じになりました。ということで、皆さんもスニーカーね、ちょっとアレンジしてみてください、ね、長いこと履いてちょっと、感じをね、雰囲気を変えたいなと思ったら、こういうことをしてみるのもいいんじゃないでしょうか。ということで、今回は、真っ赤なコンバースを、脱色してピンク色にしてみましたという動画でございました。それではまた。